どうもエキセントリック中川です。明るく始まりました。なんて今エキセントリックって言えてない。噛んでましたか。もう5年もやってんのに。言わせていきましょう、はい、エキセントリック中川でしたよね、です、うん、5年もやってるのに確認しないでくださいよ。分かんなくなっちゃった。そんなわけで始まったんですけど、うん、なんでこんな元気がいいか分かりますか。私え分かんないでしょ。から元気。いや、からんよ。充電が満タンになってる。追加ネタ。あの元気でも元気がいいのは冒頭だけですもんね。だんだんこう、そうね、だんだんこう、スーンと。違うよ、ちょっと北海道行ってきたんですよ。ああ、先日、うん、まあいろいろリフレッシュできたってことですか。いやいや、そうじゃありませんよ。私あの次男の結婚式で。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。いや、もうね、もう最高なんですよ。感動しました。ほんな感動、あのね、うん、俺は結婚式とかで泣かないと思ってたんですよ。はい、おー、うん、ってことは？いや、まあ後でお話しますけど。あ、そうなんですね。じゃあ振らないでくださいよ。そういうね、ちょっと北海道良かったよっていうのを記念して、はい、はい、ベルトドーン、あ、第1問。ああ、分かった分かった。なんだっけ、うんうんうん、3代目。いやいや、多分本体で、からのあ、分かった。ほーら、簡単でしょ、やっぱりね。丸さんにしてはなんか、だってあの時代がそんな古くない。あ、でも結婚式でかかった曲なんじゃないですか、もしかして。ちょっと違う。あ、違う。ああ、そうか、そういうおめでたさもね。でも、そういう曲じゃない。卒業とかで多いじゃない。卒業か。卒業系か。そうですよね。うん、では、皆さん分かってるかな。あれだ、でも、数字が正確、あれ、1年の数字でいいんですか。そうそうそう。ウル年じゃない。あ、そうそうそう、俺もそうだよ。では、キトピーどうぞ。はい、ライジング365日。の。の？あ、の。の。なんだっけ。紙飛行機。正解。実は驚かせちゃったかな。そうだ、365日の紙飛行機でしたね。あの AKB さんね。そう、エグザイルからの AKB っていう。なんか丸さんっぽくないネタでしたね。そう、たまにはそういうのもあるんですよ。うん、ではです。あ、第二問はね、昭和。また昭和。昭和丸さんっぽい。昭和でもあれでしょ、うん、昭和初期でしょ。いや、これ有名なんだけどね、みんなが聞いたことあるかどうかだよね。ピンから取るよ。いや、違う。ピンから兄弟でしょ。ピンから兄弟。ちゃいますよ、それも。第2問。あ、なんだっけ、これ。リンダ。あ、違う。あ、分かった。秀樹。あ、違う。あ、違うの？まだ違うよ。秀樹じゃない。え？なんだっけ？なんとなくな。まあ、ちょっと2曲目いってください。いや、2曲目はこれ。はい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 。これはわかりますよね。あれでしょ？あの、うんうん。そう。あの桑田佳祐が作曲した。あ、よく知ってますね。タイトルなんだっけ。タイトルなんだ。うん、その、ね、でもそれがどうつながるんですか。あれ、タイトルはあれじゃない。知っとる系。あ、なんだ。あ、そうそう、そっち。そっち。いや、違う、知っとる系。これじゃないの。ああ、阿弥陀くじじゃないの。あ、そう、知っとる系がやってた。あ、知っとる系じゃないか。だから知っとる系と阿弥陀ババアはまた別キャラですね。あ、そうかそうか。アミダクジだけど、でもちゃんとそれがどうつながるかが分かんない。1曲目がちょっと待って、1曲目分かんない。ピンクレディ。ああ。カメレオン。カメレオンアーミー。アーミー。ダクジババアの歌。あ、じゃあちょっと皆さんきちんと答えてください。じゃあぜひ。どうぞ。カメレオンアーミダクジ。アミダババア。アミダババア。微妙だな。だってアーミーよ。アーミーダクジ。またアーミーダクジ。複合問題の匂いがプンプンしますね。超音どこにあったん。超音。わ、懐かしい。あの、あれはひょうきん族よね。さあ、そうですよ。アミダババとかね、知っとるけどやったりですよね。さんまさんがね。さんまさんのね。いまだにあの、もう70超えてあれだけ受けるってすごいですよね。すごい、もうずっと第一線だもんね。俺は嫌いなんですけど、あの人逆は。嫌いだけどね、面白いです、やっぱり。いや、面白いし、なんか。うわ、
阿弥陀パパね。それを記念してですね。はい。あ、違う違う、記念してまた記念する、また出す。あれ？また出題する？エキセントリックな中が発車します。出発。進行。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、ね、ちょっとウキウキしてるあなたにお届けしますイエイエイ。ではご挨拶を。こんにちは。こんにちは。前回の収録の時が日本映画話やったじゃないですか。あ、はいはいはい、あれあの後で思い出したのあれ見ました？シックスセンス。ああ見たよ。あれあれはなんかすごいよくできた、うん、初見でゾッとしました。ゾッとしますね、うん、ねホラー映画、うん、やけど最後まで見るとただのホラーじゃなくてね、うん、そうよう作ってあるよね、うん、あれ ねあれなんか最後まで見てつながるみたいなのがたまにあるじゃないですか、うんうん、僕ああいうの好きですね、うん、結構ねだからまた見返したくなりますよね、うんうんうん、あの時どうやったみたいな分かる分かる、ね、2回目3回目も楽しめるんですよね、うんうんうんこのされちゃった恨みとかね、いろいろありました。シックスセンス見たことない人はぜひ見てほしいなぁともみおさんでーす。イエス。ブルースウィルスでしたっけ？ブルースウィルス。うん、あそうだ、うん。今ねちょっと小病気。なんかね見た、うん、この間ねネットで見たなんかもうおじいちゃんになってたね。うんうん、まあねおじいちゃんになりますよみんな。まあそうだ。5年もラジオやってればね。そうですよ、ね。目の前に。なんか北海道の お話がちょいちょい出てますけど、うん、来世は北海道のヒグマに。生まれたいアキンです。ヒグマ。嘘やー。狩られる場合。いや、狩られないようにひっそりと。ヒグマの置物性を楽しみたい。置物もね、うん、なんか鮭加えてるじゃないですか。鹿加えたりね、なんか他の加えてたり、ね、いろんなバージョンがいっぱいあ、ね。あ、いろんなバージョンありました。私あの鮭がヒグマをかじってるやつが欲しいんです。あ、なるほど。置かないね。はい、ということで。あ、アツミンです。あ、アツミンです。あキトゥピーです、まあ、2週連続で参加させていただいております。もう何喋ろうかなと思ったけどこの T シャツ、マルさん好きそうかなと。あ、ナイキじゃないですか。ナイキじゃなくて、サエキなんです。あ大分のサエキの T シャツ。あ、ほんと？はい。お、かっこいい。いいな。ナイキのあのマークにちょっと文字ってサエキって書いてある。なんかその市の公式的なやつですか？いや、多分なんか誰が勝手に作ったと思いますけど友人にもらって。へー、好きじゃないですか、これ。あれですよね、やっぱりなんか地域おこしっていう。あ、まあまあそうですね、うん、先週からね、はい、そういうラジオやってますんで、サイキ T シャツ着てもらいました。宣伝に来たのかな。ということでキッズピンもなんか生キャラメルポップコーン、マルさんからお土産、北海道土産いただいて、美味しそうです。ので味合わせていただきます。キッズピンです。先ほど申しましたようにちょっと結婚式でね行ってきたんですけど。奈良さん結婚したんですか？俺じゃないですよ。あの次男が結婚しましたね。それ前北海道の人と結婚したから、ねね、北海道も、ね、行ったんですよ。なるほど。てか、ま、もうずっと北海道に住んであるんですよね、その次男さんが。次男は住んでます、ね、もうどれぐらいになるんですか？もう、うん、5、6年、いや7、8年住んでるかな。へー。あのちょっと農業試験場で働いてるんで、ああああああ、夢ピリカとか米の開発やってます。北海道の農業ってまたなんかね、九州と違うんじゃないですか、ね、面積も広いしね。広いし、もうそうなんですよ。あ、ちょっと後で話しますけど。ごめんなさい、先に言っちゃった。いやもうとにかく道路がほら、ずーってまっすぐじゃないですか。10キロまっすぐですよ、ね、びっくりした。びっくり、すごいよね。いや、そうです、野丸さんです。よろしくさっきから北海道って言われには、なんか後で後で、ね、なんかね自分のコーナーで喋りたい。行きましょう、もうたっぷりじゃ北海道の話を。では、今日はこの4人でお送りいたします。お送りいたします。エキセントリック中川。ちょっと函館、はいはい、昔はほら、私あの夜行列車とね、あの青函連絡線、青函連絡線乗って行ったんですよ。あ、行かれたことがあるんですね。2月に
大荒れで、あ、雪そうそう、前も話しましたけど、あの麻雀牌がね、うん、青函連絡船の中で倒れたっていう、ベタ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 って、なるほど、45度傾いてたっていうね、こんななんですよ。でみんなもうダメだったっていう、そういう話、もうゲロゲロになっちゃったっていう、それで2日かかっていったんですよ、はいはい、今ほらもうスマホのさ、チケットかざすだけでさ、うん、4時間ぐらいで行けるのね。え、結局何で行ったんですか？いや、アナで行って、あ、飛行機で飛んで、行ったんですよ。函館っていうのは空港があるんですか？そう、札幌とかね、千歳がすごい有名なんだけど、うんうんうん、行かないでもう直で函館空港っていうのがあるんですか？そうですよ、札幌から函館までさ、はいはい、感覚で言うと、うんうん、こっから鹿児島ぐらいまでありますからね、距離が。なるほどね、そうそうそう、北海道でっかい、でっかい、でっかい、すごいな。で仕事で札幌行った時に時間が余ったんで、うんうんうん、ちょっと函館行ってみようかなっても調べてびっくりした。そんなかかんの？距離が違うんだよね。なるほどね。で函館に降りてびっくりしたのはね、うん、家の形、はい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 、はい、瓦があんまりないのね、重いから、うん、雪で潰れるから、うん、なんていう、こうじゃなくてこうなってる屋根、そうそうそう、ね、これ大丈夫でわかるか、三角形屋根じゃなくてこう片側に傾斜してる、斜めになってて、そうそうそう、結構急だったりして雪をもどんどん落とすってやつね、うん、それがやっぱりびっくりしたのと、あ、なるほど。あとはさっきね、うん、キトピが言ってたけど、直線がすごい、あ、その道路とか枠角のね、すげえわかりやすい、まっすぐ10キロとかね、であれがあるでしょ、道路の上にここまでっていう矢印、そうそうそう、よー知ってるね。信号機が縦なんですよ。あ、もうなんでみんな言うんだよ。俺の出た取ったらダメだろう。横に横じゃない、マルさんだけが北海道に行ったわけじゃない。僕も何度かありますんでね。でもこの時期って気温とかはどうなんですか？気温はね、ここより5度ぐらい低いかなって。あ、でもやっぱ涼しいですね、まだ全然。じゃあ、まあまあ、山の上とかまだ白くなってますよね、うん、雪が残ってますよね。これもこの時期行ったことある、ね、もう全部知ってるから嫌だな、もうこの人たち。いや、聞いてる人はほら、聞いてる人は知らないかもしれない。もうちょっとするとラベンダーの、うるさいな。BA に行きましたよ、BA も。桜はね、4月の終わりなんですよ、どうせ。桜前線まだ到達しないもんね。そう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 、もうこっちはもう散っちゃったけどね、うんうん、でですよ、はいはいはい、全部言ったでしょ。なんか他の言って言って、さっき言った、うん、あの妙さんの、道路の上に、うん、矢印がなんでかっていうと、雪が積もって、はい、道路の端が分かんないから、こっからここまでが道路だよって言って、矢印のでっかいんだ、なんか今イルミネーションになかった、なんだっけ、 LED がついて光るんだよね、うん、なるほどなるほど、そういうのがついてんだよね、はいはいはい、それがびっくりしたのと、あとはほら信号機が縦、全部言った。もう嫌な人たちだな。気がき、あと道路が水がこうちょろちょろちょろって出てるから、ありましたよ、雪を溶かすやつね。あ、じゃあ出てない話が一個だけある。言って言って。高速道路がただ。え？函館は。あ、そうなんですか。でただ、もう回収してる。うん、ただで、うん、みんなが走れるし、なおかつただだからね、デコボコなんですよ。あんまり整備してない。あ、そうなんですか。よく考えたら整備してない方が滑らないよなって思ったんですよ。道が。どうかな。でも滑るときって雪が積もってほら凍ったりとか、やっぱそうなるから道路関係ないんじゃないですか、うん、あ、物理学者ですか。他に函館車借りたんですか今回。いや、借りてないです。あ、違うの、ね、うん、子供が車、あ、そうかそうかそうか、でいろいろ案内してもらって、あと五稜郭って言ったんですよ。あ、五稜郭綺麗かった、久しぶり。あれは何なの、北海道のなんかこう政府の、土方歳三さんがいたよね、うん、守ったとこですね、函館戦争でね。ああ、そうかそうか、うん、で五稜郭って手前にタワーがあって、はいはいはい、上に登るんですけど、上が五角形の、はいはいはい、円盤が乗ってるみたいな細いタワーで、うん、そこからこう見下ろせるんですね。すくむんですよ、足が。あ、こうで見れるから。なるほど、うん、で五多分に漏れず、ガラスの絵、床にガラスが張ってあるとこもあってね、やっぱりダメでしたね。私も無理かもしんない。そこはダメですわ。なんか美味しいもん食べたんですか。食べましたね。何が良かったですか。塩ラーメン。え、味噌ラーメンじゃない。味噌じゃなくて。いや、でも函館は塩ラーメン。函館は塩か。北海道は味噌と塩と、ね、あ、そうなんですね。それでね、ラベスタ、博多ベイアネックスってとこ泊まったんですけど。なんて歌今。博多、博多って言ったよね。博多に泊まったのかどうか。これは泊まったホテル。そう、泊まったホテルなんですけど。ホテルの案内ですね。の食事、朝のメニュー。朝食？バイキング。めちゃくちゃ。すごい。食えないほどあるんですよ。だってカニとかあるよ。いくらもありますよ。もう絶対いくらしか食べない。てんこ盛りですよ。それでね、
味噌汁とかね、カニの味噌汁があってカニが入って爪入ってるんですよ、はい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 、中に身が入ってて美味しいの、うんうん、そう朝からそんなたくさん食べないとダメじゃないですか。だけど朝食っちゃうから、うん、あと食べなくなっちゃうもうともかくもう贅沢だなって思うぐらいね、あのバイキングがすごかったですよ。函館は行ってみたいで、あの夜景がすごいとこでしょ。あ、そうです。あと函館ね、あの、ま、ロープウェイで、あの夕方6時ぐらいから日没になるから、あ、5時半ぐらいからかな、行きました。行った行ったでしょ。で行きはね、ロープウェイにスーッて登ってって、はいはい、おー綺麗だね、おーいいねと思って見てて、うんうんうん、上から見るじゃないですか。そしたらもうあの本当に函館って一番ね、あの 青森側だから、その海に面してるとこあってね、あのいつもほら見る景色があるじゃないですか、テレビとか本とかでよく、うん、そうそう、テレビとかであるとこで ね、あの勘違いが多いとこね。そうそう、これですよ、これ。あ、じゃあこれ五稜郭市、うん、五稜郭市持ってきたねあ、間違えた。それであそこを見てさあ帰ろうと思ったら、ね、はいはい、帰りがすごいんですよ、ロープウェイ待ちが。あ、上に山ほど行ってるから、あ、並ぶの、並ぶのが45分並びました。でも行くのも並ばない。いや、行きはね結構スイスイ行くね、5分おきにロープウェイ出てるから。帰りロープウェイってだって行ったら帰るから、帰りも同じ気がするけどな、うん、でもなんか上で詰まってるから、あ、じゃあまあ帰るタイミングが重なるのか、みんな早めに上がる人とかもいてね、登って見て帰るタイミングがみんな一緒になる。そう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 、そんな感じでしたね、うん、丸さん函館で何回サブちゃん歌った。サブちゃん北で函館でしょ絶対歌ってるよね、うん、150回ぐらい歌ったんじゃないそれはね、それはそうですよ、まあ駅こんなもんでいいかな函館と札幌とでもだいぶやっぱ違うんですかね。それ違いますね、あのね、函館のね、函館はどんな町かっていうと、僕が感じたのは佐世保っぽいなと思ったんですよ。港町で、そうだね、で人口20万なんだって。あ、少ないですよ。そんなもんなんだ。一番びっくりしたのが、はいはい、車のナンバープレートがね函館ナンバーなんですよ。まあでもね、突っ込んでもらえない当たり前じゃんって当たり前、福岡と鹿児島ぐらい違うんだって、うん、言葉とかもちょっとほら方言ってどうなんですか、違うんですか。 あそこはほら、まあ、開拓したんですよ、ね、いっぱい外から来た人が多いからね。結構共通語に近いですよね、標準語ね。標準語っていうのかな、なんとか、うん、チームナックスは出てましたよ。ダベじゃない、なんていうか、なんとか、そんなん聞いたこと違うんですかねなんか北海道弁があったような気がするけど忘れた。あのテレビに出てんのは高俊と、うん、あーチームナックス、あの大泉洋さんと、はいはい、ローカルテレビなどがあるんですね。そうそうそう、で看板があったらそれはね大体グレーね。あ、グレーさん、まあ、函館かね、グレーってグレーなんですよ、ね、あ、そうか、それ色じゃないよね、うん、色じゃない。マルさんの息子さんももう向こうの言葉なんですか。やっぱいや、こっち福岡博多弁で喋っておりますけど、まあ、特にこう家族が一緒にいるからね、丸さんと喋るときは博多弁になるみたいな感じじゃないですか、うん、標準語っぽくなるんじゃないですか、やっぱ北海道いたらね。いや、うちの次男はね、あのおとなしいんですよ結構、あんま喋んないタイプで目視な方なんだけど、はいはいはい、うん、でそうね、優しい子です、うん、だってお前直進先に行けよっていうのに車出てきたら止まるからね。それ僕いつもけど行けって思ってくれる行けよお前、それそっち優先だろうみたいな時ありますけど、そうです、でもいい意識だったんですね。はい、そうです。では展開、エキセントリック中京、エキスペでございます。ヒマジン、イマジンちょっとやらせてもらいますけど、ああ結婚式なんですよ。続き結婚式の話、結婚式の話で、いやおめでたい。でカラオケはなかったですね。ああそういう結婚式じゃなくて、本当にもう30人ぐらいの、はい、あ、じゃあ40人ぐらいか、ああ式でこじんまりと、ね、いいじゃないですか。チャーチベイっていうあのレンガ作りのところの教会でやったんですけど、教会でいいですね。向こうの方ピアニストなんですよ。お相手がピアニストで、はい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 、おまけに美人って来てるからね、美人ピアニスト、美人ピアニストいいでしょ。すごい、どうやって捕まえたんですか。分かんない、そんないい娘さんは。まあ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 、まあ、あんまり言っちゃったら怒られるよ ね、 今度ね。そうね、確かにね、うん、もうあんまり。ちなみにその息子さんは聞いてるんですか。もう聞いてねえだろいやもし聞いたら困るじゃんで、あ、いい人だなと思って、福岡に来られた時もね、うんうん、あの星の息子は絶対気に入るよって言ってたから、ああそうやねって思ったのがありますね。でですよ、はい、結婚式ですよ、結婚式、はい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 、で結婚式で最初、出し物っていうか余興はね、うんうん、あのドイツの方のチェロ、
すごいな。結婚式っていうかそれはじゃあ披露宴ですね。あ、披露宴の方だね、うん、結婚式は教会で上の教会であって人前結婚式だったんですけどね、うん、教会だったけど。なるほど、うん、でその披露宴会場みたいな移動して披露宴会場があって、そのパーティー会場は1階です、はい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 、2階がチャーチで、うんうん、でそこでなんすかそのチェロ演奏、チェロ演奏があって、チェロとピアノの方、ドイツ人の方、すげえ、でチェロ演奏があってご友人かなんかなんです ね、 そのピアノの、ね、関係で、はいはいはい、支持されてた方だったりするんですけど、うとうとしなかったですか、大丈夫ですか、私大丈夫だ結構いいあの演奏でしたよ、ね、うん、そんな普通だったらお金出して雇うようなやつをそうやってなんか、ね、友人の余興でやるってすごいですね、うん、異国情緒たっぷりな結婚式だったんですけど、でですよ、うん、あの式も進んでいって、はい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 、あのうちの、 あの親戚とか、うん、やっぱもう各地から来てくれてるんですよね、あの横浜から来たり、あの元の大学の鳥取の方から来てたり、ご、はいはい、友人とかね、はい、日本全国から来られてて、うんうん、あ、でも悪いなと思ってたんですけど、うんうん、それで あいつはあの大学の時にね卓球部やってたらしくって、はい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 、卓球部のお友達が結構来られてて、うんうんうん、でね、最後の挨拶しなさいって挨拶ってなるじゃないですか、その息子さんが、ああ違う私か、ああ、そのいや、そっか、親族代表みたいな、父としてね、うん、はいはいはい、で、あ、こんなん泣くわけねえなと思ったけど、お、あの、来てくれてる人たち、はいはいはい、大変な苦労して来られてるんやなって思った、まあ、その息子さんのためにね、うん、来てくれて、なんかね、うん、話せなくなっちゃって、やら、言葉詰まっちゃった、詰まっちゃいましたね、一応なんかこう原稿みたいなのはある程度作ってたんです、作ってたんですけど、はいはい、寝とったじゃないですかへえ、で詰まっちゃってね、感極まった感じですね、あんなのあるんだねと思ってびっくりしましたよ、うん、もう全然自分ではまさかそんなつもりはなかった、そうですよ、じゃあ皆さんのこう顔を見て、うん、なんかありがたいなと思った、ジーンとしましたね、息子のためにと、うん、そうなんですよ、いい話じゃないですか、ありがとうございます止まってしまった思い出しちゃって、あれ引き続き披露宴の料理とかもやっぱこう函館っぽいものが出てきたりするもんだ、そうですね、まあ、洋食系か、洋食系、まあ、最初はお刺身とかも出たりするという一人前、あれ海鮮だったんだね、あ、なるほどね、あ、北海道の方なんか海鮮とか聞きますもんね、あ、なるほど、文化的、地域的にね、いいですね、でもやっぱりね、あのご祝儀は持っていかなきゃなと思って一応持っていきましたけど、で、あと、そう、そうなんですよ、モーニングですよ、モーニング、モーニング借らなきゃいけなくて、あ、その、そうか、お召し物ね、お召し物が、モーニング借りたんですよ、はい、それ行ってすぐに、行ってすぐに、あの、もう前予約してるから、うん、3万何倍だったかな、借りたんだけど、うん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 、で、革靴は持ってきてくださいって書いてあったあー、やっちゃった持ってきてなかった持ってきてなかった、あら、どうしたっすか、なるほど、買いに行った走って買いに行った靴流通センターみたいななんで分かったの東京靴流通センターもあったんだけど手前の青山で買いましたあ、どっか青山でね、でか、あー、分かる、そういうのありますね、ベルトはよかった、ベルトは大丈夫、ベルト忘れたりするのかね、ズルズルなっちゃうけどねそんなのついてたんだけどね、で、たまたまですよ、はいはいはい、で、北海道で、うちのほら自分の弟も北海道来てるから、うんうん、たまたま車で走ってた、俺はうちのたっちゃんじゃんっつって、うんうんうん、ちょっと止めてっつって、お、何やってんのって、お、久しぶりっつって、こう、よう、こんなとこで会ったねって話してて、そいつが言った一言が強烈でしたね、うん、俺今から靴買いに行くんだよな兄弟で忘れてんの全然思んないわいやいや、そんだけ緊張してたってことですか、そうそれでですよ、うん、前日に衣装合わせがあって、うん、当日にそれ着るんですけど、着てからね、チャップリンみたいなのね、俺ね、うん、俺もね、イメージステッキ持ってモーニングだ、ね、山高帽でちょびひげでしょで、なんかね、長いじゃないですか、そうそう、ちょっと引きずってるぐらいイメージよね、で、足もジャップに悪いしねそんな感じだったんですよ、うんうん、それから帰りだよ、帰りじゃなかった、終わってから、あ、終わったね、披露宴が終わり、そう、そのモーニングはね、抜かなきゃいけないの、はいはい、おで、こうやって抜いてて、あれカフスどこ行ったんだろうってああ、カフスって死なれないから、うん、普通に脱いでポイってやってるからどっか飛んでっちゃうんだよね、あ、うん、それから探しですよ、もう部屋中探したらうちの子供が、あ、チビがね、あのソファーの間に挟まってたよって出してくれてよかったなと思ってなんだ弁償したのかと、そこはさすがにしなかったですけど、そしたらね、うん、
もう一人ねカフスなくしたってのがあって、そこもなんか探してたって話あったんだけど、うん、全然面白くないかな。いやうちもいずれ娘が結婚したりするかもしれない。なくしがちだから気をつけましょう、ね、気をつけましょうってことで、うん、そうなんですよ。カフスボタンはちゃんとなくさないようにしましょう。飛んでくぞ。そうそうそうです、カフスボタンは気をつけましょう。今日の教訓ですね。そうです、よかったです皆さん教訓聞けて。あ、カフスは飛ばすな。で結婚式はね、最後はね、僕は結婚式やることあるんですよ、うん、新郎は必ず胴上げをする。お、それが決め手というか決まりなんです。こっちはうちって丸太家の、じゃあ俺のルールなの、丸太のルール丸太のルール丸太のルールなの。今それあんまやんない方がいい。あの天井に頭刺さったりしなかったの。みんな飲んでるから落としちゃって大惨事になっちゃう。あの最後プールにボシャッしますか。それもやんなかったんですけど。やったんですか。やりましたよ、ね、ちょっと滝部の連中ちょっと頼みやんだけど、最後残ってもらって、胴上げすんぜーつって、よいしょつって、そしたらね、うん、回数決めてないからどこが終わりだか分かんない。締まりがないのね。確かに。ある時ありますね。それ情けなかったなって思いました。それなんで胴上げにこだわってるんですか、そんなに。俺もやられたから。おお、なるほど。やってないですか。胴上げされたかな、全然覚えてない。披露宴で胴上げとかほとんど見ないです、ね、いや披露宴の最後ですよ、うん、もうお帰りになるときに、うん、さあやるぜっつって、うん、やんないの。あ、まあ見たことあるかもしれないけど、自分もしてない気がする。はい、胴上げやないとダメですよ。だけど皆さんのお子さんが結婚されるときは胴上げしてください。しないな。胴上げって大体トラブルのもとやもんね、うん、息子だけだよ。そうね、女の子やるとまずいから。いや、まあそうです。お嫁さんはできないよ、ね、だってよくね、なんか面白い映像みたいなやつ胴上げが多いよね、うん、頭から落とすとかね。で、丸さんは今度70歳になった時胴上げしますね。あ、本当、うん、ありがたい。実際にね、事故もあったりするもん ね本当頭から落ちたりする。狙っとるね。うん、もう足掴んで離さん。ガンって逆さじゃん。はい、そんなね、結婚式、まあ、おめでとうございます。ネタ切れ、ありがとうございます。ネタ切れ、もういいんじゃね。今週の教訓は革靴は持っていきましょう とカフスは飛ばさないようにしましょうと、胴上げの時は落とさないようにしましょうと、もう3回とか4回決めとけと。そうそう、回数はちゃんと決めてやらないと閉まんないよ。素晴らしく勉強になりましたでしょ。ありがとうございます。ぜひラブ F の方で話してください。うちも息子が結婚するときに、はい、その教訓を生かしたいと思います。困った。ここはちゃんと切ってくれるだろ。だから切るためには取れ高が、もうちょっと取れない取り高が。なんかあったっけ。これ何なんですか、これ。いや、何が一番うまかったですか。その広いじゃなくでもいいし、そのホテルとかでもいいし、どっか食事も行ったんですか。うん、行ってないですね。あ、行った連れてかれた。何が一番美味しかったですか。何を食べたんですか。お寿司屋さん。あ、函館ってなんかお寿司有名でしょ。ただ朝食ってるからなかなか入んないで。朝食べ過ぎたんでしょう。一番美味しかったのは、うん、半玉での卵ご飯。ああ、そんな北海道らしくないかもしれない。卵かけご飯の半熟卵で卵かけご飯して食べたの美味しかったです。そうか、さすがにあれですね。じゃあ北海道でパンに納豆乗せては食べてないですね。ああ、それはなかった。なんかあげてくれてましたね。最近僕もね、パンに納豆乗っけて食べるな。ほら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 、いやでもね、マルさんが送ってきた写真はどう見ても美味しそうに見えなかったんだけど、見えないね。ね、マヨネーズのかけ方がね、まず混ぜないんでしょ、納豆は。混ぜないでしょ。混ぜない派ですよ。混ぜちゃダメ、納豆は。あ、でも最近俺ちょっと試しに引き割り食べてみたら、はいはいはい、引き割りは混ぜんでもありかなって思った。もともと結構緩いですもんね、うんうん、まあ小粒だしね、うん、全然毎日納豆食べてるから今。あ、本当健康志向ですか。いや、そう、ちゃんとやっぱでもお通じは良くなりますよね、本当にね、うん、ヤクルト1000と納豆を毎朝必ず取ってます。すごい、うん、健康気をつけて。いくつまで行きたいんですか。125ぐらい。泉重中さんって言いますよ。懐かしいですね。あの方は何歳。120121か2番。泉重中さんって今も。いや、今はもういない。今もさすがにいないです。今いたら180ぐらい。僕ら子供の頃のなんか最高齢者みたいなイメージだね、うん。
じゃあ丸さんも健康になるように今度俺サプリあげますよ、紅麹。 あれめっちゃいいらしいですよ、うん、めっちゃいいみたいです。肝臓にいいらしい。腎臓やられちゃうんじゃないあれ。いや、ということでじゃあ丸さん、はい、紅麹ダイエット頑張ろうかな。孫まで頑張らない。そうだよ、まだこれからですよ。北海道行きたくなった。次週、はい、お会いしましょう。また来週。